エリチェは、イタリア共和国シチリア州、トラーパニ県にある、人口、約2万8000人の基礎自治体エリチェとも表記する。シチリア島西部、標高751メートルのサンジュリアーノ山の、頂上部に位置する。イタリア語のアリックは、ライトと発音される。12世紀から1934年までは、モンテ・サンジュリアーノと呼ばれた。 イタリア語以外では、以下の名を持つ。トラーパニ県北部のコムーネ。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。この都市は、フェニキア人の建設した都市であるが、広く、ギリシア化した。古代ギリシア人はこの都市を、エリュクスと呼び、都市の設立やその名称が、英雄、エリュクスと結びつけられた。第一次ポエニ戦争で、カルタゴ人によって破壊され、 以後その重要性を減らしていった。この都市は831年にアグリボーズによって征服され、ハミドの山を意味するスブルハミッドに名称を改められた。ノルマン人による征服まで都市はアラブ人によって統治された。1167年、ノルマン人はこの都市をモンテ・サンジュリアーノに改めた。1934年まで都市はこの名であった。エイリチェには、 以下の分離集落がある。ありがとうございます。